10月1日から始まった赤い羽共同募金に合わせて、9月30日、松阪市共同募金委員会が竹上市長のもとを訪れました。赤い羽共同募金は、自分の町を良くする仕組みとして、募金の約8割が松阪市内の地域福祉活動に使われています。近年は新型コロナウイルスの影響が長期化したことで、募金活動の実施が困難な状況となり、募金額も年々減少しています。今年度は街頭募金活動を再開し、10月3日には竹上市長が街頭募金活動に参加しました。また不要になった羽毛製品をリサイクルする羽毛プロジェクトや募金百貨店プロジェクトと呼ばれる参加店の寄付付き商品を購入することで売上の一部を寄付する活動も行われるとのことです。竹上市長はコロナ禍での募金活動は難しいですが、引き続きよろしくお願いしますと激励しました。赤い羽共同募金の運動期間は令和5年3月31日までで、目標金額は3,111万6,200円とのことです。どこか街角で募金を見かけられましたら、10円でも100円でも結構ですので、いただきますと、それが皆さんの回り回って近所の恵まれない方に回ってきますので、どうぞ皆さんで共同募金、助け合いということでご協力をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。